あ、広島市安佐南区の7坪しかない狭い店、エレマサイクルでーすと。はい、もうまた謝罪じゃないですけど、動画撮りすぎて申し訳ないです。もうついてきてください。今回は、スコットのフォイル、確か S サイズを、スコットジャパンさんからお借りしました。でね、その時に、フォイルのなんか何台かあるんだけど、じゃあ榎本さんどれがいいですかって言われたら、一応ね、高い方っていうふうに言って 高い方が入ってきたので、でね、S サイズだから、まあ、僕乗っても正直わからないんで、まあ、一応フォイルっていうのが、僕が見たフォイルってもう15年ぐらい前かな、初代フォイル出てきた時、まあ、M サイズね、試乗させてもらったんですよ。千葉の小林君が当時瀬尾サイクルのバイトしてる時にね、確かグレーとホワイトのやつを試乗させてもらって、それでもうすごいやっぱ感動、今でも覚えてるんですよ、あの空力って。うわ、速いと思って。僕ら全然レースしないけど、一漕ぎ二漕ぎでもどんどん進んでいくっていうね。やっぱスコットっていうのは、そう、新しい技術を常に取り込ん、なんかね、他のメーカーよりは先に取り入れてるような気がするので、まあ、約15年ぶりぐらいに、まあ、新しい現行のフォイルを見て、まあ、僕がどう感じるかっていうのを素直に率直に、あまりカットせずに、動画撮っていこうと思います。で、この今回、まあ、スコットジャパンの、川村さん、ケイムラさん、ありがとうございました。それでは開けていきます。で、川村さんが言うにはね、榎本さん、社長って言って、いや、もう社長って言わないと、送料だけ負担してくれということで、もう送料は僕負担しますんで、ちょっとドキドキします。で、それを聞きつけたね、高校生が、ちょ、榎本さん、今日言っていいですかって、どうしたのって、スコットのフォイル見たんですけど、とか言って、5時に行きますって言って、まあ、あと30分しかないです。彼にもちょっとね、乗ってもらって、まあ、彼もね、レースやるって言って、まあ、そんな速くないんだけど、まあ、僕よりは速いし、なんか僕よりはちょっと気の利いたこと言ってくれるかもしれないんで、彼にも乗ってもらって、もうちょっと誓約書書いてもらおうかな、一応ね。多分高いしね。よし、じゃあ開けていきます。っていうかね、この段ボールいいな、これ。この大きさがいいわ、これ。発送用にこれがいいかな。ちょっと熱いんでね。閉めますと。ちょっと楽しみですね。まずどういう感じで、まあ、梱包されてるのか。それをね、よく僕見るんです。そしたら発送するときの、勉強になるから。おお、すごい。想像をはるかに上行ってました。ちょっとお見せします。その梱包の感じを。パナソニックさんかな、なんか結構雑にもうね、営業車に積んできますけど、やっぱりこの金額が3倍ぐらいする、例えばもうこういうの入ってますね。ちょっと向き合ってんのかな、合ってるか。ちょっとところどころカットしようか、これ。多分全部見てもみんな退屈かもしれないから。まず取り出したのは前輪でーすと。うおー、ホイールカーボンじゃないですか、これ。キャピタル1.0、これ確かね、セットで20万円ぐらいのやつかな。これ持ったら分かったんですけど、持ったら分かった、まあ、持たなきゃ分かんないけど、ここが普通だけど、ここが太いわ。だからそういうことか、やっぱ空力をね、考えてるのか。これであれだろうな、コーヒーライドとか行ったら早いだろうな。あと、そうか、これで飛島とか行けば帰ってくる時間が短縮できるかもしれない。そういうためにエアロロードを買うっていうのも一つの。お、すごい、これ。すごいです。どっちなんだろう、高い方なんか安い、ちょっと分かんないけど、すごい、こうやって入るんだ、この中に。S サイズが入るのか。僕のは入んないけど。うわ、すごいです。アルテグラって書いてあるから、あれか。でも、いくらぐらいだ、これ。後でちょっと金額出しますね。これ、どうやってここ止めるの、これ。何これ、ここの、これ。ちょっとこれ、どうしようかな。一旦こうやって、だから、梱包するときはローギアにして、チェーンが動かない。
動きにくいようにしてやるとかね。了解です。油、これ油ちょっとフォイルはちょっと僕のお店向きじゃないんですけどね。ちょっとやっぱりスコットのフォイルの動画撮ってるのがあのアメリカの人ぐらいしかいないから、もうここはもう日本代表としてね、日本代表も浅見並区代表として撮っとこうかなと思って、乗るというよりはちょっと動画記録に収めたかったのでやってみました。あ、タイヤは僕の方がいいわ。これ1だ、1プロ1の1個、1個下って言ったらあれか、こんだけで終わりか。なるほど、なるへそです。あ、なんかこうゴムが出てます。これ僕じゃないです。ここなんかシートホースゴムがピョンって出てます。これあのなんかあれライト、テールライトとかやるやつでしょ。はあ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 、え、結構バッテリーどこ入ってんのこれ。バッテリー入ってない、これどこ入ってんのバッテリー。これそういう技術的なことを一切知らされずに、まあ知るこ、どこに入ってんのバッテリー。これシートボス入ってない。ちょっとこれはこういうのもねいいでしょ。このスコット好き好き言ってるけどフォイル初心者みたいな。ちょっとどういう感じでんのか。ちょっとシートボスは難しい、入れるのこれ。おそらくこうやって入れて、あ、はいはいはい、あ、わかったわかった。あ、わかりました。さすがメカニック、さすがメカニック。あー、ちょっと六角レンジが届かない。 T 字はダメだ、これ。 T 字はどれぐらいがいいんだろうな。サドルトップどれぐらいかっこいいんだろう。 S サイズってことはトップチューブが530ぐらいだったかな。535ぐらいってことは美しいトップチューブは、あーし、サドルトップ720ぐらいだから、ちょっと720ぐらいにしとこう。あの高校生が来た時に「ちょ、榎本さん椅子低いんで」みたいな多分言われるから、それをそうして725ぐらいにしようか。うわ、これはね、ちょ、一言言うと無駄がない。自転車これでいいのみたいな。自転車業界無駄を取り除きすぎてませんかみたいな。この辺は多分6ニュートンぐらいだろうな。だいたい6か7ぐらい。でキャップを閉めて、これバッテリーどこ入ってんのこれ。それしか聞けない。一旦ちょっとこれ段ボール、あ、ディスクのこれを取って、このステム周りがね多分皆さんも見たことないと思うので、それをちょっとお見せしたい。このてかスコット情報がなさすぎるでしょ。フォイル一番高い、一番なんていうかな、トップグレードモデルが情報がなさすぎる自転車を、情報をあまり知らない僕が語ってみたみたいな、まあ、そういうと本当にねこういうのね、あのちゃんとしたのというか、こういうレース機材買う人はちゃんとレースやってるとこで買った方がいいと思いますね。僕は整備とかできるけど、そういうレースの知識はもうゼロに等しいので、まあ、レースやってた知り合いは何人かいますけど、高木ワイヤードがいますけどね。高木ワイヤードが高木くんがうちにも来てやつって言ったんですけど、なかなか忙しくて。高木くんもね車好きでね、彼はグランツーリスモ好きだったから、
すごいよな彼は。好きなことがブレてない。おお、ちょっとブレーキエア入ってそうですねフロントね。ちょっと一瞬今スカッとしたわ。スカッとした。そしたらペダルつけずにまずちょっとこれだけ取ってみましょうか。いい音しますね。これシングロスの音ですね。これリアメカのこれなくなってるよこれ。ちょっとケーブルちょっとこれこう結束バンド止めた方がいいんじゃない。巻き込んだら大変ですよ。じゃあ一旦これを箱を出しますと。それでは次開けて動画を撮ります。開けてっていうかな、ここを開けて広いところで動画を撮ります。いやこれ僕のアディクト20と一緒じゃないですか色が。これやっぱ大人の自転車だなスコットは。大人の自転車あっち大人はダメだこの暑さは。ちょっとこれどこで撮ろうかな。またちょっと別で撮りましょうか。ちゃんとしたとこっていうかここちゃんとしてないわけじゃないけど、うわこれがどっかで見せたいな。ちゃんとこの感動伝わるかなこれ。このフォイル十数年ぶりにフォイルと再会しました。見てくださいこのいかにもなんか海に住んでるこの水族館でよく見るようだね。マンタみたいな感じのこのこれなんだろうこれ。勝手に壊した。カバーかカバーか。このケーブルのなんだこれ。なんか変身ベルトみたいな。確かね僕の調べたとここのハンドルがこのフォイルのこの形状専用って言ったかな。この辺もでここはテールランプかなんかオプションでつけてるんだ。一緒じゃんこれ僕のあれアディクトと。ちょっと乗りたいけど分かんないだろうな。すげえこれここなんていうんですかね、フォードのあの新しい今の現行の GT かフォードのあれみたい。あのちょっと出てこない、あの赤と白と青いやつ、あの後ろみたい。ここはだからこう流れるようにしたんだよ。なんか確かね初代フォイルもなんかこう流れるようにしたよね。であの後にリドレーノアとかが出てきたのかな。ここをねこうやってるね。なんかノアこうテープありましたね、あのザラザラしたやつ。なんかの雑本で見たけど結局ワイヤー周りがね一番空気抵抗を受けるということで、まあそれでまあ空気抵抗を受けるのはまあ人間だけど。ああこうなってんのかこれ。これは挟まったら痛いで、ここここ痛い、ここへこんでるから、これ絶対挟まる、これ足のあのこの辺が。うわあ意外ともっとちっちゃいんだこれ、もっと大きいかと思った。ちょっと下ろしてみます。はい、はい、出しました。ちょっと相変わらずあの後ろがごちゃごちゃしますけど、あのねやっぱり情報惑わされてないようにね、あのちゃんと真実のみを見て集中フォーカスしてね、ちゃんとね目の前のものをしっかり見てください。もう惑わされないようにね、後ろにね、あれクーラーボックスみたいな、あれヒッチメンバーみたいな、ヒッチキャリアみたいな、あれコストコのウエスみたいな、それなしにしてね。もう今はフォイルの話しますからね。これがねタイヤ何 C だろう、これパッと見 30C、 あ28だこれ。30あるかと思った。これいや30あるっしょこれ。ちょっとドギスいや惑わされませんよこれ。30あるじゃんこれ。30あるじゃんこれ。さすがだな、もう見てわかるよ。ちょっとさ、だから ここが28なんだろうな、これ、ここが。でも、リムが太いから、これ28ね、これね。太いから、こうなっちゃってね、これはあれか、RS 渡辺の 80A ぐらいか、これは。80A の、ロードスターでね、ちょっと引っ張りたいした感じになってますよ、これ。ここがびっくりした、これ、リムが、なんていうかな。ちょこうやって気づくわ。ここは薄いんだけど、ここがね一番幅が広い。これあれかシュワルベのプロワンか何かのエアロっていうタイヤつけたら相性いいんだろうなこれ。うわーこれ何 C まで入る。まだフロント余裕ありますね。何 C まで入るんだろうこれ。ちょっとまあこれまた別で撮ろうかこの動画ね。
35入るのかな。35入るかもしれないこれ。待てよこれ、もしかして、もしかするかこれ、もしかしてこれ後ろは、あ、ここは結構狭いですね、ここね。ここ何 C ぐらいか。あ、35入るわこれ。あ、ここは狭い、縦が。これ実証しよう何かで、ね、ちょっとあったかな 35C のスルー。これはちょっと読んじゃうかな。ちょっと待って、皆さん多分そういう38は無理だろうな。35入るわあれ。だからパリルーベこれで出るんか。はい、というあのスコットのフォイル、これなんだろうこれ、フォイル、ちょっとスコット好きとしてあれだけど、これ20かな、これ20、間違ったテロップ入れたけど20。お店入荷しましたので、ね、2週間ぐらいあの借り入れます。でもし試乗したい方はちょっと誓約書書いてください。まあ、内容としては、まあ、破損したりしたら弁償、あとは危険な運転しないとか、まあ、だから一般的なことですよ。自分の自転車乗ってやられたら嫌なことをやらないでってことですよ。そういうのは誓約書ありますんで、それ書いて、あとできればね、店の近くにしてほしい。あの事故とか起きたらちょっとあれだから。あー、こう、そうか、これ 32C 入るんだったら最強のオールロード、これで飛び島行ってね。あ、でもダメかこれ、フロントバックつかないわこれ。そういうバイクじゃない、わかりました、フロントバックつかないか。じゃああれか、開けにくくて背負いやすいバックパックに頼るだけか。これクランクなんぼ、これ誰だクランク。あ、やっぱね、5236じゃん、5236じゃんって。あ、珍しい、170ついてる。 S サイズだいたい 172.5 なのに。くそかっこいい、はい、というバイクが入ってきましたので、またこれね、詳細は別の動画で撮ります。はい、じゃあ試乗希望の方はぜひ来店予約をして、突然来るのやめてください。お待ちしてます。バーテープ巻き方綺麗だな、これ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 そう、11がね、やっぱり鉄則だよな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 やっぱ11だよな。そうそうそう、はい、じゃあ終わります。第2弾続きます。